はい、はい、次のコーナーはせーの、紙飛行機対決。おー、紙飛行機。じゃあ、はい、説明をお願いします、はい、皆さんに一人一つ紙飛行機を折ってもらって、それでこっから飛ばしてもらって、誰が一番遠くに飛ぶかという対決をしていただきます。はい、はい、紙飛行機ってあんまりいつ折ったんだろう、もう作り方わかんないです。これですね、そうですよね。でもですね、あれなんですよ、この飛ぶ飛行機折り紙です。え、すごい、そんなのあるんだ。飛行機専用ってこと。そうなんです。これでも飛ばし方もね、芸術的な感じの評価に入りますので。やばい飛ばし方も。でも芸術的に飛ばすことによって飛距離が出ないこともあるってことですよね。そうですね、どっちを取るかですね。まあ飛ばし方だけは任せてよ。はい、好きな、お好きなやつをスルーされてるよ。めっちゃスルーされてるよ。すごいスルーされてる。何めっちゃスルーしてる。いいよいいよ、もう一回言うの恥ずかしいからいいよ、もうすごい。選ぶんだね。選んでいきましょう、選んでください。はい、めっちゃデザインかっこいいです。これ何秒以内に折るとかなんですか。あ、早めにお願いします早めに、早めにしよう。かしこまりました。お願いします。早く折りますね、じゃあ。はい、もう折っていいの。あ、大丈夫ですよ。なんかでも正方形じゃないんですよ、ちょっと長方形なんで飛びそうね。おお、なんか線が斜めだから折れない。これ知らないよ難しそう。え、どうやって折るの。だって線がアスミニューで折っていいよ。え、なんかイカみたいになっちゃったイカどうですか、折れましたか。なんか意外と小さくなった。すごい小さいですよね、アリスさんの。思いました。でもかっこいいよ、ちっちゃいの飛びそう。細長いですね。なんかスタンダードのやつですね。スタンダード、すごい全部違うのね、折り方。あ、すごい、なんかホリさんのやつすごいかっこいいです。あ、わかった、わかった。あ、すごい、なんかホリさんのやつすごくないですか。なんか強そう。なんか強そう。なんかすごいかっこいい。よく飛びそうですね。あ、これ向き逆だった。スピードっていうよりかは。あ、顔になってるんですよ。何これ、かわいい鳥だ。すごい飛びそう。え、めっちゃかっこいい。あ、すごい、さやかさんのも飛びそうですね。めちゃめちゃかっこいい。よく飛ぶのかな、本当に。え、かっこいい。なんかこの折り紙の柄がかっこいいね。かっこいいね。飛行機になった時にすごいかっこいいですね。かっこいい。できました。はい、はい、できましたね。りんちゃんがちょっとりんちゃんのね、めっちゃ難しそうなの。難しいですか。折る数がめっちゃ多いね。ね、多いよね。難しそう、はい、めっちゃ大変そう。あ、OK です、 OK です。 OK ですか。あずみんは解決した。いや、ちょっと折るの途中でやめてみようと思って。あ、そういえばあずみ折り紙苦手だったね。めっちゃ苦手ですかね。前回のそんなことないけど。確かに全然折れてないよ。とりあえず、ね、あの飛行機の形にはなったから、ね、これ飛ばしてみようと思う。そう、一番飛ぶかもしれないからね。そうですね、もしかしたらこれが一番いいかもしれない。よし、じゃあももちゃんから行きましょう。何番。え、何番、ね、これ2番かな。2番か。はい、です。でもすごい、なんか飛び方が。これは距離は1.5。はい、はい、じゃあ次堀さん。では行きたいと思います。お、助走が。あ、ちょ、見てないじゃん。見てないじゃん。すいません。一緒ぐらいですね。ほぼ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 一緒です。でも落ち方かっこよかったね。すごいわ、なんか技みたい。初めて技みたい。はい、じゃあリンノさん行きましょう。あ、何やって。おー、早い。あれ、なんか難しいんだけど。これがおかしいのかな。意外と難しい。行きます。はいはい。あいやー、え、むずいこれ。全然飛ばないやん。飛ばないですね。え、むずい。え、この天井のあれですね、なかったら行ってたのかな。ちょっと下目の方がいいかもしれないですね。飛ばすのが。下から行くパターン。めっちゃ下。上行っちゃうよ。すごい上目指す。めっちゃ下。お、行きます。上目指すじゃん。おー、おー、すごい。いっ
った行った、めっちゃ遠かった。いい飛ばし方が上手。一番遠くに飛びましたね。おお、おお、一緒ぐらい、一緒ぐらい。よし、じゃあ最後アスミ行きますか。アスミ、アスちゃん頑張って。今の待ち時間の間に折れたかもしれないの。おお、でもちょっと柄見えなさすぎるっていう。反対じゃない、合ってないよ絶対。逆に裏表で反対だよ。まあでもね、飛ぶかもしれない、もしかしたら。そうそうそう、奇跡は起きるからね。はい、いきます。おお、えー、やばい、この一番端っこに。え、すごすごい、えー、奇跡起きた。ほら、まさかのちゃんと折れてないやつが一番遠だという言い方よ、すごい。ほら、はい、じゃあ合計的な芸術的、うん、合計的な合計的な芸術的芸術的な人、うん、合計的な芸術的、合計の芸術的な人、メンバー、メンバーを、はい、決めたいと思います、はい、ちょっとじゃあ2人で決めますね。はい、おやば、飛行機一番飛んだよ。どうなるんだろう。飛行機は一番飛んだよ。飛行機微妙だったもんな、ね、はい、決まりました。い、ね、はい、ということですね、今日の優勝者は、ドゥルル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 ルイオポンがですね、堀さんの投げ方がかっこよかったと言っておりました。はい、見ててくれたんだね、イオ、はい、ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。 Twitter や Instagram もやってます。よろしくお願いします。